とう。お前も。ハイチ、みんなもいたのか。この子は。ああ、こいつか。僕、ツモモンです。待ってよ、トコモン。こっちだよ、タケル。ハイチ、変な奴が追いかけてくる。変な奴じゃないよ、フカモンだよ。なんだこいつ。こいつじゃなくてプカモンだっての。ジョー、ずいぶん仲良くなったじゃないか。ずっと追い回されてもうヘトヘトだよ。ジョー、よくわからないけどみんなどうやら無事みたいだな。結局お前たちって一体何なんだ。僕たちって言われるのか。これで全員だっけ。ちょっと待って、4年生のミミさんがいません。これはミミさんの声じゃ。あっちだ。慣れるならなんで最初から使わなかったんだよ。違うよ、あれは僕たちだけじゃ無理なんだ。クワガーモン、まだ生きてるぞ。危ない。
なんとか助かったみたいだな。崖の下に川があったおかげね。ずいぶん流されたようだけど。何だったんださっきの魚、急に集まってイカダみたいだった。あれはマーチングフィッシーズさ。オイラ魚を自由に操れるんだ。そうか、ありがとう。スカモン、今はもうゴマモンだよ。僕たち進化したんだ。進化？なんだ進化って。普通はある生物の種全体がより高度な種に変化することですけど。前より強くなったみたいだな。それで進化してもやっぱりデジタルモンスターなのか。それよ、あいつと会えてよかったよ。僕だけだと進化できなかったんだ。なんだかよくわからないな。オイラたちにもよくわからないんだよ。いいじゃないか、強くなれるって分かっただけで十分だよ。してきた。あ、見えた、海だい。あ、こんなところで電話の音。こんなところに公衆電話なんて不合理です。こうしろ、10円貸してくれよ。家に電話かけてみるよ。まったく、なんなんだよこの電話。お腹も減ってきましたね。お昼もまだだったな。よし、休憩だ。何か食べるもの持ってる？僕持ってるよ。ほら、お菓子。おいしそうね。やっぱり電話つながらないみたいだ。ん？なんだか遠くで音が。わあ！なんだ？シェルモンや。
電話ボックスがめちゃめちゃ。これでここにいる理由はなくなったな。ですがここに電話があったということは設置した人間がいるはずです。その人間を探してみませんか。私もその意見に賛成。よし、それで行こう。みんな自分の荷物を確認してくれ。よし、出発だ。